やっぱりボールを使ってウォーミングアップする選手の意識っていうのはアマチュアなんですよ。チャオ、ボールプロサッカー選手の宮崎です。まあ最近ねセレクションシリーズっていうのをお届けしてるんだけど、今日はねもうセレクション実技始まる前のとこからもうすでにセレクション始まってるっていうね、タイトルでやってくるんで、まあこれどういうことかなっていうのも、まあ、説明します。かなり大事なこと、みんなね聞いたことないかもしれないけど、まあセレクションを選ぶ人はこういうとこから見てもやっぱり選手をね見定めてるよっていうところなんで、まあ、セレクションこれから多分君たちは受けると思うんだけど、まあ必見ですよ。いいですかね。まあよく聞いてください。で、もうセレクションはすでに始まってんだよっていうタイトルの通り、まあ本当に始まってるから、実技が始まってはいセレクションスタートっていうのはもうアマチュア君たち、それはねダメなんです。いいですか。で、例えばもうこれに言ってる通り、まあこうやってね、まあボールを使ってウォーミングアップする子よく見るんだよね。これは多分ほぼ9割10割もうそれぐらいの確率で、多分セレクション会場に行ったら、ボールめっちゃ蹴ってる人いると思う。一人で蹴ったり、まあ仲良くなった子、チームメイトの子、一緒にセレクション受けてる子たちで、やっぱりなんかボールを蹴って、ウォーミングアップというか、そのね、セレクション始まる前まで、まあ準備してる子いるんだけど、ね、まあ、セレクションを見てる人、見てる側からすると、それはもう当たり前の風景なんですよ。いいですか。じゃあ例えば、なんでかっていうと、まあ本当見てこの見る、プロからの視点っていうのはこれもコーチたちね選ぶ人ね、セレクションの、審査員たちから見る視点はやっぱりボールを使ってウォーミングアップする選手の意識っていうのはアマチュアなんですよ。いいですかね。だけど逆にね、ボールを使わないでウォーミングアップしてる選手の意識っていうのはもうプロ意識なんですよ。いいですか。ここがアマチュア意識、プロ意識、意識の高い子の違い、選別がもうすでにセレクションが始まってる、セレクションの 実技がね始まる前の段階から選別できるっていう、要は選手たちのことをコーチたち、審査員たちはよく見てるよって話です。いいですか。でその上でじゃあセレクション始まったら、じゃあもうこの子は結構マークしてるから、じゃああとは実技ね、どれくらいのレベルがあるかとかね、そういうところは判断すればいいんだけど、まずはこういう意識のとこってすごい大事だからね。例えばこのボールを使わないでウォーミングアップっていうのはどういうことをやってるかなというと、まあ、僕プロの選手とかっていうのはウォーミングアップ、まあボールも使うんだけど、けどもうやっぱ体ね、体やっぱ体動かすことすごい大事ね。自分最初やっぱさ、車乗って行ったり電車乗ってセレクション会場行ったりするとやっぱり体がね固まっててね、筋肉固まっててね、いいプレーできないと思うから、じゃあその体をウォーミングアップね、要はもう起こしましょう、体を起こすね。じゃあ起こすためにはボール使ってるよりもやっぱボール使わないでいろんなねストレッチだったり、まあブラジル体操だったり、まあいろんなダイナミックなねストレッチとかね、今いっぱいあるんだけど、そういうことをやってる選手っていうのは、あ、意識高いなってプロのコーチたちは思います。いいですかね。だからまずそこで、ボールを使わないでウォーミングアップする、そうやってジョギングしながら、ちょっとリズムしながらね、いろんなねステップ入れながらウォーミングアップしてる選手がいれば、例えばこの選手は、あ、意識高いな、プロ意識持ってんだこいつね、他の子たちよりもすごいいいなっていうことを、コーチは感じます。いいですかね。なんで、ボールを使ってウォーミングアップしてる選手っていうのはなあ、もったいない。うん、この今こっちに書いてるんだけど、まあコーチの意識としては意識が高い子を選びたい、これがセレクションの理由ね。やっぱりサッカーでもそうなんだけど、やっぱ意識高く練習常に取り組める子っていうのはやっぱり伸びるんですよね。やっぱりだからそのね、どれだけ意識高いかとか、どれだけ自分に対して練習トレーニングできるかとかね、どれだけサッカーのことを思ってるかっていうことはやっぱこういうとこからもセレクションで判断します。いいですか。じゃあ選手、受けてる子たちと差をつけたいんだよね。やっぱ一緒だと、それこそね、なんて言う、技術とかね、そういう面でやっぱ見られちゃう時もあるし、じゃあね、差をつけたい、いろんな差をつけ方あるんだけど、例えばもうこうやってボールを使わないでアップするだけでもう使っていることはもう差をついてますよね。
だから、選手の気持ちとしてはやっぱこの差をつけたいんだったらボールをつかないでアップも本当に意識高くね、やるっていうのをやっぱそのさやり方あると思うけど、たださなんか審査のコーチにさべったりついてさなんかさ喋りかけるのも悪くないと思うけどそれは自分のためにならない。なんでかっていうと体がやっぱ動かないと満足なパフォーマンスねセレクションでやっぱ発揮することできないから、じゃあボール使わないで、ウォーミングアップねいろんな体操とかねしたりするのもやっぱり実はねここのねコーチから見てる人から見ればいや意識高いなって思うんで、いいですかね。これが、僕はね正直言って、そういうとこしか見てませんね。意識高い子ってやっぱこれからね上に進むにつれてやっぱ意識高い子がどんどんプロにね、近づいていくと思ってます。でまずそこの芯のとこが持ってないとやっぱり上手いんだけど次の年代行ったら挫折しちゃう子とかねよくあります。じゃあ、受かりたいならやっぱりセレクション受かりたいならやっぱみんなと同じアマチュア意識持つのはやめましょう。いいですか。やっぱりみんなが目指すとこっていうのはプロ選手になりたい子いっぱいいると思うね。セレクションで行くチームは大抵強いチームだと思うしね、それなりに実力があるチームだと思うね。やっぱりこのプロ意識っていうのを常にもう本当にこうだよ、プロ意識こんな感じだよ本当に。いい、このプロ意識を持つことによって、やっぱりそのね評価っていうのはこの審査員のコーチたちがね、もう見てくれるものだと思います。ですかね。なんで、セレクションはもう実技から始まってる選手っていうその考え自体が、そもそもダメなのかもしれません。いいですか、ね。僕ならもうこういうこと見るしプロのコーチはもちろんこういうこと見てます。いい、アマチュア意識プロ意識どっちの方がいいって言ったらやっぱりプロ意識の選手ある方を選びたいですよ、ね。じゃあそういう意識を持ってなかった選手は今から変えればいいしね、普通にね。ね、アマチュア選手、ね、アマチュア意識やってたらやっぱ限りなく多分落ちると思うよ。いくら技術があってもやっぱり伸びる気がなかったら選ばれないと思うし、ね、そこまでね審査にする人たちも、節穴ではないと。いい、ね、この意識の改革だけでも、セレクションでね差をつけたいっていうことができると思うから、本当にこれ本当に始まってるんだよ。セレクション始まる前からね、いい、そこからもう戦い始まってるから、今日はねボールを使う使わないもうこれだけでも大きな差が出るっていうことを、みんなには、理解してもらいたいです、ね。でコーチが見てる視線っていうのもやっぱそういう技術の面のとこじゃないって意識のとこっていうのも見てセレクションでやっぱ選んでるっていうとこを、みんなには分かってほしいですね。この上でね対策っていうのは一人一人あると思うけど、いろんな対策をしてみてください。じゃあプロ意識って何かっていうとやっぱりさっきも説明したようにプロの選手っていうのは本当に自分の体を動かすことしかやっぱりなんていうの起こすことしか考えてないんだよそもそも。なんでどういうことっていうとやっぱストレッチだったり例えば、本当になんかやっぱそのジョギングのブラジル体操だね、基本的にそのいろんな関節を動かしたりとかね、そういうことを当たり前のようにできるというか準備運動だよね基本ね。やっぱこのアマチュアの選手っていうのはボール蹴ってたいっていう人多いんだよ、多い。もう見てて思う、本当セレクションのね会場行ってて思うけどやっぱり本当蹴るボール悪くないんだけどね、だけどそれをずっとただ蹴ってるだけだからやっぱりそれじゃ蹴るだけじゃ体動かないよねって話なんだよね。そのプロ意識の人っていうのはやっぱりボール技術面以外のところでもしっかりケアをできる選手っていうのがやっぱプロなんですよね。だからやっぱりプロの選手これからね本当プロの選手とかみんななんかいろいろ YouTube とかねいろいろ動画とかあると思うんだけどやっぱり、体のことめっちゃ気にしてるんだよね。そうだからそれは自分が動くためやっぱりフィジカルっていうのも大切だと思ってるし、じゃあそのフィジカルって体の強さだけじゃないし柔軟とかもねやっぱすごいトータル的なものを考えてやっぱプロの意識っていうのは、ボール使わないでね自分の体を起こすっていうことをすっごい頭に入れて行動していることね。なのでアマチュア意識かな、よく見るんだよねこれはもう普通だと思うみんなが本当に
けど早くこういうことに気づく、まあ、僕の動画とかね、こういうの見て気づいたら、まあ、実践してみることすごい大事だし、じゃあ、普通にセレクション会場だけ行ってこれをやればいいやっていうね、1日だけで終わる、それは多分あのね、身になってないと思うから。じゃあ練習でもそうだと思うよ、ね、練習でも、早く来たら例えばボール蹴るのでもいいんだけど、蹴る前にやっぱりそうやって体を動かして、あ、十分温まった中で、パス交換するとかっていうのは、怪我のリスクもね、低くなるからね。急にシュートするのと、例えば体温まったからシュートするのと、やっぱりリスク全然違うと思うよ、ね、やっぱそこのプロとアマチュアの意識っていうのはやっぱりそういうところにもつながってくると思うから、まあ本当にこれね、本当に僕もね、正直あんま考えたことなかったんだよ、現役の時は。現役の時とか君たちみたいな育成の年齢の時ね。けど代表のね、キャンプ行った時に、今でも覚えてるんだけど、布さんっていうね、布圭一郎さんっていうね、怖い監督がたまたま僕らの代表をやってて、で、ほんと僕らボール触るの好きだからね、ウォーミングアップボール触っててやってたんだけど、お前らそれでいいのか、体温めんじゃないのかって言われたのをもう覚えてる。で、そこからやっぱり、本当に最初ボール触るんじゃなくて、やっぱ体を起こしてからボール触った方が本当に怪我のリスクだったりね、やっぱ体動いてる状態だから少ないと思ったね。で、やっぱその言葉っていうのはもうセレクションでもやっぱ始まってると思うからね、みんなもね、そういうところをどんどん意識してやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、また、高評価の方よろしくお願いします。